韓国女優ホンスアが整形手術の終息を宣言した。ホンスアは30日午後放送の SBS プラスカンホドンのご飯の力に出演し、自身を取り巻く整形説への考えを打ち明ける。ホンスアは初めて整形することになった理由を明かし、もうこれ以上、整形はしないと整形収束を電撃発表。また、デビュー当初に見せたバラエティ番組でのおてんばな姿に彼女はそういうイメージのせいで韓国では作品に恵まれず、女優としての限界を感じて中国に渡ったと告白し、中国で活動することになった過程を詳細に語る。ホンスアの愉快で正直なエピソードは30日午後10時、韓国で放送するカンホドンのご飯の力で確認できる。ラッパーヤムダ、過激写真で新曲アピール。エスパカリナの過去写真が話題。AI コンセプトの理由が分かったとの声。29日、ロッテマートチャムシル店で訓練中の身体障害者補助犬が入り店を断られ、物議に。30日、ロッテマート側が謝罪。